よし、蹴った。お、おーし。イエーイ。また見栄え。また綺麗なやつだね。すごい綺麗、模様が。イエス。ヒット。お、またミーバイちゃんです。はい、ミーバイちゃん。はい、でかいぞ。おお、でかくなった。はい、見栄え。釣れがかりだからでかく感じた。よし。なんか降ってきたぞ、今。めっちゃ浅いところを乗り上げて。もうそろそろ行けっかな、外側の方。この辺からサンゴだから行けないな。よいしょ。よし、やってみよう。この辺はいそうだな、でかいの。食った。おーし、おしゃおしゃ。また見栄えだった。見栄えちゃんです。はい、かわいいサイズ。逃がしましょうね。よいしょ。なんだ、なんか当たりましたね。60ミリフローティングでやりましょう。でもここもう荒れててダメだな。移動しよう。すごい、ドン深いエリア荒れちゃって、とてもこのフローティング60ミリの重さじゃ泳げなさそうだから。90ミリのこいつで。
この辺りもやってみようか。うわ、めっちゃいいコース、いった、おっしゃ、結構でかいんじゃん、でかいでかい、おっしゃおっしゃ、わーいや、でかい、やばい、結構でかいよ、ほら、おい、おっしゃー、丸飲み、こいつご飯にしよう、ばっくり食ってるね、おっしゃー、ナイスサイズ、いいね、おっしゃ、また8トラップで食わせられるか、もう出ないか、でかいの何だったんだろうな、ちょうど戻るタイミングで流して思いっきりウォーブリングさせてやろう、こっから潮がぶつかって戻るタイミングで、おし、来た、でかいぞ、おっしゃ、なんか別の、別のかな、おお、でっかい、ボンベキングサイズじゃん、こんなでかいの初めて見たよ、ほら、でっけえ、あばば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 、60ミリフローティングキングサイズゴンベ、うわー、でっかい、どうしようかな、ゴンベも食べようかな、ゴンベは一回一回逃がすかな、よいしょ、うわ、めちゃくちゃいっぱいいるじゃん、これちょっと GoPro 沈めてみよう、ちょっとやってみよう、この辺りね、ほい、おし、来た、早速、おお、結構引くね、落とした瞬間来た、お、またゴンベだ、よし、ゴンベ
チャートに2匹目のゴンベ。おとと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 。写真だけ撮らせてくれ。よいしょ。ゴンベ、チャートにゴンベ来ました。リリースしますよ。やっぱこういうところになるとこう根魚系になってくるのかな。あ、なんか食った。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、食った。よいしょ。ミーバイデデン。風が強くてやりづらいな、ルアーのコントロールが。よいしょ。取りづらいね。でもまだいるっしょ、魚。よし、来た。おーい、でかいぞこれ。よし、こっちょい、いやいやいや、はい。また黄金べ。よいしょ。おい、いいね。ちゃんと効くね。黄金べぞ。イエーイ。ゴンベ。よし、移動。ハマン系がつ、ネアカリか。ネアカリ？こんなすぐ？マジか、寝起こりか。おっ、来た。よっしゃ、取れた。やっぱりね、魚だと思ったんだ、ほら。ミーバイだったよ、やっぱり。根掛かりの正体。ガツンって一回当たったんだもん。でもやっぱ引かないから、あれ？やっぱ気のせいか、と思ったけど。ミーバイでした。こっちまで来てみたら、サンゴの裏に入ってた。普通にゆっくり食ってきたから、自然に食ってたから全然分かんなかった。巻き終わってポーンって置いといたら。よし、ヒット。よっしゃー、また見栄え。ちびみばいです。よいしょ。
わ、なんだ今。うん、うん、なんだ今。めっちゃでかいのポカーンってなったけど。うわ、なんかでかいのいるわ。それとも小さいのだろうなと思ったけど。キングの敵みたいな、操られてるカニみたいな。これモズクなのかな。あ、もう取れてんだ。これモズクで合ってるのかな。わかんないよね。さっき食べたらシャキシャキしてたけど。またひどい林だ。ジャングル、ジャングル。あ、出て出て。ひっつき虫が痛い。これやばいんだよね。この、これ凶器だよね。このタイプのひっつき虫。